地域おこし、ふるさとを元気にもいいですが、まずは自分の家庭がしっかりしていないと、力を注ぐことができません。今日はそんな家庭の基盤づくりといいますか、祭りごとを一緒に考えていきたいと思います。私たちにとって一番身近な神様は誰かといいますと、ご先祖様もそれはそれは近い神様ですが、もっともっと近い神様がいます。うすうすわかりましたかね。それは神さん、おかみさんと呼ばれる存在です。お母さんや奥さん、つまり女性のことですね。中にはですね、山の神なんて表現されることもあります。落語なんかでは、かかあ大名人なんて手を叩かれたりもしていますね。体の中で神社を意味する言葉を使われている部分を持っているのが、女性だけです。恵みをもたらす尊い存在、感謝するべき存在を私たちは神として称え敬ってきたのであります。とは言っても何か大切なことを忘れている気がしませんか？うちのが神様とは言ったって恵みをもたらすよりは暗雲立ち込めてる時の方が多いぞな、もしという人も中にはいるでしょう。そうですね、時に雷をゴロゴロと落とし、嵐によっていろいろなものが飛んでくる、恐ろしく怖い存在でもあるんです。真田の里のお祭り、山鹿神社で大切な2つのことを考えてみましょう。自然の恵み、命の生育に関わる不思議な力に対する感謝の心と、時に災害をももたらす人の力では制御できない事柄に対する恐れ敬う心、この2つとても大切なことであります。おかげさまでいつもありがとうございます。そしてこれからも何事もないようお願いいたします。これが祭りの根本、根っこにあるわけです。お家の神様も時に雷を落とすことも必要でしょう。自然界には雨の日も晴れの日も同じく必要なように、稲妻なんて表現もありますね。これも昔は稲の生育に雷が欠かせないということで、稲の妻と書いて稲妻と表現したようです。ただですね、こちら直撃したらダメージが大きいので、災い事を避けるためにしっかりと家庭の神様のお祭りをしましょうね、というのが今日のテーマであります。雷よけのおまじないってあるんです。皆さんご存知ですかね。桑原です。菅原の道真公がお怒りになっていると、雷がドカンドカン落ちている時に、桑の原っぱにはなぜか落ちなかった。でそこから、桑原というのが雷よけのまじないになったと言われています。ですがですね、これはまあ残念ながら生きている、ね、一番身近な皆さんの神様に使うと間違いなく直撃コースかと思いますので、おすすめはできません。で今日はこちらの本を読んで、これは神社の神様との関係と似ているなと思った次第です。その本が今、画像で出してあります、妻の取説と、妻の地雷を踏まない本です。ちょっとですね、この中で気になった情報を2つピックアップします。今日は1つ目ですが、多くの女性の、こんな声があるようです。家の中のことは自分の仕事ではないという夫のスタンスが嫌。どうですかね、女性の方は感じるところがありますかね。で、夫はそれくらいのことをやってくれてもいいじゃないかと思い、妻は
それくらいのことを自分でやってほしいと思うようです。昔はあんなにお互いに優しかったのにね、って感じですね。で、これが面白いなと思ったのが、神社の神様にお参りするとき、皆さん先ほどの夫の立場になっていませんかと思いました。それぐらいのことをやってくれてもいいじゃないか。ね。何かお願いするということは、やってくれ、こうしてくれって一方的に言ってるんですね。もう本当に極端な話を言えば、まあ、命令をしてるわけです。で、皆さんがね、それをされた時に、心が動きますかっていうのが今日の問いかけです。妻のね、言うね、そんな都合のいい話、自分でやってほしいとなりませんか？ただですね、これが、旦那さんがですね、普段頑張ってあくせく働いて、家でもそれなりに手伝って、敬ってくれていたら、奥さんの方はできる範囲で助けてあげよう、うまくいくようにサポートしてあげようと、なりませんかね。ならないかな。まあ可能性としては上がると思うんです。そうするとお互いに、感謝のやり取りになります。感謝の応酬、お互いにありがとうありがとうってね、素晴らしいですね。私がおすすめしている神社のお願いの仕方はですね、やれることをやって、これだけやってこれました、そして今日無事にお参りすることができました、ありがとうございますという、感謝の報告です。これを家庭に置き換えると、日頃から家のやれることはやって、本当に忙しい大変という時に助けてもらう、支えてもらう、こういった神様との関係を作らなきゃいけない。神社しかり、家庭しかりですね。困った時の神頼みなんて言葉がありますが、その願いを聞いてくれるのは日頃からやるべきことをやっている人ですよね、とふとそんなことも思いました。イクメンなんて言葉も最近よく出てきてますが、あれもね、とてもよくやってる人がメディアで紹介されるものですから、ね、奥さんたちがふと我が身を振り返れば、ね、そうでもない夫が横たわってるわけですね。これがなかなかの、まあ、争いの原因にもなっているかと思います。ただですね、女性は、神様という存在なんですから、まあ、他と比べるようなことはしてはいけません。ね、働いている状況や環境すべて、ね、テレビで出てくる方たちとは違いますので、女性の方でも神様として祀られるためには、周りと比べないことが大切なのかなと思いました。で、二つ目はですね、言葉の受け止め方が男女で違うようです。よく女性はもう勝手にすれば、じゃあ好きにすればなんて言葉を発しますが、これですね、その言葉の裏には、勝手にしたら許さないよ、ちゃんと謝ってというような意味があるようでして、男性にとっては驚きなんですね。で、夫はですね、言葉をストレートにその通りに受け止めるので、ああそうかとなるんですが、どうやらね、ここがまたいけないようですね。で、逆に妻の方では、夫のあるがまま発した言葉を深読みするようですね。例えば夫が家に帰って、ああ今日も疲れたなと何気なくですね、ただ発した言葉なんですけど、その言葉がね、驚きの結果を招くことがあるかと思います。ありますよね。これも受け取り方の違いから起こる現象のようです。これですね、とてもいいことを学びました。言葉の意味というのは、言う側が決めるのではなくて、聞く側がどう受け止めたかで決まります。大事なことなのでもう一回言いますね。言葉の意味というのは、言う側が決めるのではなくて、聞く側がどう受け止めたかで決まります。
これ先ほどの話じゃないんですが、神社の神様へのお願いの仕方にも通じるところがあります、ね、私たちが勝手に決めてはいませんかと、こうしてほしい、ああしてほしいと。でそこには聞く側がどう受け止めるかなんて考えは結構含まれていなかったりします。ここをしっかり考えて神様との会話ができれば、結婚の継続、つまりですね、神様をお守りし神様に、守られることができるのではないかなと、本を読んで考えました。その方がですね、妻の怒りの理由の解明ですとか、サプライズは逆効果になるっていうことなんかも、神様のお祭りを考える上で大変参考になる部分がありましたが、今日は時間がやってまいりましたので、そろそろおしまいです、本日はですね、神社そして家の神様含め正しいお願いの仕方を一緒に考えてみ、ました、私たちはですね、守るということが一方通行ではないことを今日学んでいただけたかと思います。お互いに、守り守られる、守り守られるっていう字が重ねてあるから、主語なんですね、主語を受けられる、こうした、おかげさまの心をですね、広く広く、広げていきたい、それがふるさとに生きるまず第一歩と思い、今日1回目の放送とさせていただきました、今後続くかもしれません。ありがとうございます。